も、まあの物を言うのは大変に苦しい状況です、まあ、しかしあの、鴨さんね、はいえー、サッカーの世界ではスポーツの世界では天国と地獄を、ね、見て、まあ、初めて、まあ、本当のサポーターになれるという言葉があるんですが<ー>、まあ、そうした何か歴史の、ね、栄光と挫折みたいのがこう一気に来たような気がしてねねそそうです、ね、それもほんのわずかね。 23秒のとこですからね、ええ、もうちょっとなんとかという,、ねうね、気になりましたですけどもね、本当に選手はよくやってくれましたしね、本当に森さんね、はい、そういう意味ではスポーツの感動というのをね、まあ、見せてくれたと思うんですよ、そうですね、これは本当にもう、ええ、選手はよく戦いましたよね、うん、2>, 2戦目負けたときには、これは苦しくなったなと思ったわけですけども、そっからね、かッとまた。うん 立ち直ってね、最後の最後までもう私は最後かうん、うん、勝ちを信じていたんですけども本当にあの一点でなんか全身の力奮った抜けたというそんなまあ引き分けだっただけにちょっと言葉が出ないですね。まあテレビの前の多くのサポーターの皆さんもそうだと思うんです。橋田さん、はいえー、大変辛いと思うんですがね。そうですねもう。 信じたくないような光景なんですけどこれは現実ですからねでも本当サッカーの怖さが分かったです、これでも選手本当よくやりましたからそうです、ね、本当胸,胸張ってね本当、まあ、帰ってきてきほしいいなと思います、はいまあ、あの日本の歴史っていうのはサッカーの歴史っていうのは、まあ、J リーグ元年と言われるように今年始まったと。 いいいうふうふに思っていいんですよねそうですね,ね、はい、ですからまあここまで日本の我々をね楽しませてくれたということではまあ,あの最高に良かったというふうに思いますただ本当に一瞬にしてまあアメリカまでの 9000km という距離がね果てしなく遠くなってしまったっていうことはもう返す返すも残念以外に言葉はありません 芦田、まあ、谷さんね、あもうごめんなさい、まあ、あのキャプテンである哲、ね、次、はい、さんは、まあ、非常にあの体調が悪い中でね、そうですねずっとね、やって、あなたにはまあホットラインがあるでしょうから、一番そのまあ連絡があったと思うんですけども、まあ、彼がずっと引っ張ってきて、まあ、こういう結果に対しては、どういうふうに励ましてやりますか。そうです本当に 病院にいいる、ね、1ヶ月ぐらいすごく精神的にも苦しい時,時期があって、はい、とにかく自分でやりたいってことでもうやれることは全部やってそれでこう大会に入ったんですけど本,当本人もすごい苦しかったと思いますけど本当にチームのみんなはまとめてねここまでよくやったと思うから本当に胸張ってね本当大きい顔して。 帰ってきてほしいなと思います。まあ、あの、日本のサッカーにとっては、今年が、まあ、最初の年だというふうに思って。まあ、みんなで、あの、元気にですね。はい、拍手を持って、迎えてやりたいですね。そうですね。ねうすどうも、<laughs> 頑張るだけな。はい、ありがとうございました。<laughs>